ね、パリ広場ってとこに行きたいんだよな。多分ね、ここを上がればパリ広場。あら、もうちゃんと書いてるもんね、プレイスでパリってね。え、そう？まあまあ、しょうがない。見てみると、ね、上にそびえ立つ高層ビルがすごく圧迫感がある。です。本日ご紹介するカメラはリコー GR デジタル2。初代 GR デジタルから約2年を経て登場。細かな改良に加え、画素数を約1000万相当まで引き上げた1台。背面モニターも大きくなったね。とはいえまあ変わらぬ見た目。パッと見で見分けられるよって方は相当な GR フリーク。搭載するレンズは初代と変わらず。なんだけど、よく見るとね、コーティングの色が若干違うところが興味深い。相変わらずいいレンズ。じゃあメニューはちらっとだけ見ていきます。初代からはだいぶできることが増えました。と言っても現行機に比べたらまだまだシンプルなメニュー構造ですよね。さて、今回 GR-D2 を取り上げた一番の理由がこちら。高調普通難調とありますが、今回主に使ったのが設定位置。コントラストだけは適時変えつつ、シャープネスは常にマイナス。え、シャープネスは下げる？と思ったあなた、まずはこれを見て。数値を見る限り、おそらく GX100 と同じセンサーを搭載してます。キレキレの GX100。 しかしそれとは真逆にこの GR-D2、 実に柔らかく優しい描写が特徴的なんです。決して誤解なさらず、キレがないという意味ではございません。初代ともまた違う滑らかな画像処理により、シャープネスをあえて下げることで、このレンズが描く立体感をより得られる気がします。もし初代をザラッと乾いたノイズというなら、2の場合はしっとりウェット。そんな GR-D2、相当なブラッシュアップをしたにもかかわらず、たった一つだけ初代に劣る部分がございます。それは AF 状態での一気押しです。はい、映ってないんですよね。おそらく初代とは異なり、コントラスト AF のみにしたことが原因かもしれません。ですがこんなところも解決していこう。そうです、スナップモードの出番です。こうすれば約 2.5 メーター先にピントが固定されます。こうすりゃ AF なんか関係ないもんね。あらよっと、あ、はい、イージー。 AF の遅さなんてなんくるないさ。え、切り替えるのが面倒ですって？そんな時のファンクションなんです。ここに入れておけば AF とスナップを切り替えつつ、あとは絞りで被写界深度を調整しちゃいましょう。さて、初代から加わった便利な点、水準器ですね。まあ僕はほぼ使いませんが、活躍する機能ですよね。そしてかなり嬉しいのが、モードダイヤルにセッティング登録が2つできるようになったところですよね。これで瞬時に切り替えられます。そしてこちら、デジタル時代の GR-ADJ レバーはここから始まってるんです。まあダイヤルも好きだけどね。で、最後に嬉しい Today の枚数。ということで、いかがでしたでしょうか。この GR-D2、 シャープネスを下げて使ってるっていう人他にいませんかね。シリーズの中でもある種特徴的と言える気がします。
使っていて何とも優しい気持ちになります。その懐にマイルドナイフ、リコー GR デジタル2 2007年製です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そしていつもコメントとても楽しく読ませていただいてます。本当に皆さんありがとうございます。ここでしか皆さんには話しかけられませんが、続きはコメントで。それではまた次の動画で。